はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。はい、最近ね、紙の書籍ってだんだんと少なくなってきて、まあ電子書籍、Kindle とかそういうので読んでる人が多くて、紙のもの、紙の本っていうものを、まあ、買う人が少なくなってきたっていうね、まあ話が果たして。で、まあそれが、まあ YouTube じゃなくても、まあ Twitter などなどで紀ノ国屋さんだったりとか、そういうところはね、まあこういう書籍が売れてますよとか、レジ前にこういうものを、平積みにしましたっていう話をね、まあしてたりするんだけど、やっぱ、そういう努力をしていたとしても、やっぱ紙の方がいいよねって、いう人が多いみたいね。紙、Kindle の方がいいかなっていう人もいるし、まあ紙じゃないとなんか嫌だなっていうね、人もいるだろうけど、あの若い世代でもね、あの紙じゃないと、そういう、まあ紙の書籍っていうか、まあ、単行本とかも含めてなんだけど、雑誌も含めてなんだけど、紙じゃないとおまけがこうもらえないとかさ、サインがもらえないとかって、まあ、Kindle でもね、サインの書籍っていうのができるだろうけど、なんかコピーしてさ、なんか悪い人がいるとそういうのでね、なんかのアプリっていうかソフトを使って、本当は本物じゃないんだけど、偽物なんだけど、まあ本人のサインですっていう風なさ感じでね、メルカリとかそういうのに売り、メルカリでは売れないか、 Kindle のはね。でもまあなんか言い出しそうじゃない、まあくまでもこれは私の感想なんだけど、で、まあ雑誌なんかもあんまり最近見なくなったな、読まなくなったなって思う。最初はね、本当に東京ウォーカーとかさ、横浜ウォーカーとかさ、会社員で働いていた時は買ってたのよ。あの、行かないけど、横浜とか東京とか行かないけど、でもどういうものがあるのかなとか、旦那さんとね、その時付き合っていた時だったんだけど、まあ行けたらここに行きたいよねみたいな感じで見てたりとかね、してて、まあそういうこともありましたよそうだね、まあ、コンビニもその昼間必ず1日に1回行くかっていうとそうでもないし、まあ行こうと思ってなかったりとかするからさ、皆さんどうでしょうか、なんか買いましたか。古本屋なんかもね、本当にネットとかで買えちゃったりとかするしね、紙のね、皆さんどうでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。